ている人に力をくれる言葉、それが元気のアプリ。言葉と生きていく政教新聞の提供でお送りします。踊るような足技に見つけたふるさとの心、伝統武術カポエイラの講師野田幸男さん。歌や音楽に合わせ舞うブラジルの武術カポエイラ。ブラジル人の野田さんがカポエイラに出会ったのは日本に移住してからのことでした。8年前近くにカポエイラ教室ができたっていう話を聞いて見学に行って、目の前で始めてみた時に歌に合わせて体を動かして素晴らしいと感じて、私もやりたいと決めました。国を離れて知ったブラジルの心。仕事で忙しい日々が続く中でも、みんなだいたい休憩してる時に、まあ箱を重ねて蹴りの練習したり、手と足と合わせなくちゃいけないというか、そのバランスが取りにくくて苦労しましたね。始まった時に、まあ30歳だったので、家族とか知り合いとかからとても遅いって言われたんですけど、やりたいから構わないって言って、今でも続けてます。今ではカポエイラの教室を開き、その魅力を日本の人にも伝えようとする野田さんが共感する言葉、それは人間志を立てるのに遅すぎるということはない。41歳で政治家に転身したボールドウィンの言葉です。カポエイラの中に入っている楽しさ、喜びっていうのを日本人に伝えるのを、自分にとってはとても嬉しいことですね。ふるさとを思う気持ちが日本で花を開かせます。言葉と生きていく政教新聞の提供でお送りしました。